はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ちいかわを描いていきたいと思います。ちいかわの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まず、くる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 と描いて耳をちょこ。またグイーンとこう伸ばして、でまた耳をちょこ。で、顔をまたくるくるくると。で、目をくるくるくると丸く描いて、で、瞳と下をくるっとくねっとさせて、で、黒く塗っていきます。で、眉毛ちょも。で、反対側もくる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 っと目を描いて、で、くるくるくるっとハイライトを描いて、で、またくるくるっていきます。で、眉毛ちも。で、鼻を、この、だいたい目の真ん中ぐらいにちもっと描いて、で、口、にょ、にょとさせて、むよーんと開けます。で、下唇。で、ほっぺを、チュッ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 、チュッ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 と描いて、で、手をチューンと描いて、こっちもチューンと描いて、で、体をピヨーンとさせて、で、足をキモ。で、またくるくるくるー。つなげます。で、ほっぺをピンクでくるくるくるっと、こっちもくるくるくるっと、ここピンクで塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。